どうも爆笑津山の久我です。さあ今季5度目のシティライトスタジアムやってきました。東京ベルディ戦以来ですね、クロちゃん。そうですね。はい。ただ前節岡山得割で千葉に負けてしまいましたね。あ、もったいないね、あれアディショナルタイムで。もうちょっとだったんですけど ね4連勝と初の福割での勝利がかかった試合だったんですけども、まあね、結果はアディショナルタイムに1点取られて負けちゃったという感じで。これね、僕分かったんですよ、福割の攻略法。これはもうファジアーノが J1 に上がるか僕が福割に行くかです。というのも今日で5回目なんですけど、来るの過去に今年4回、開幕戦の甲府戦、そして横浜 FC 戦、新潟戦、東京ヴェルディ戦と、これね、僕が見に来た試合っていうのはまだ負けてないんですよ。だから安心してください、サポーターの皆さん。今日ザスパ草津と群馬と対戦するわけなんですけども、負けません。僕が来たからにはもう勝ちます。はい。今日はね、しっかり勝っていきたいと思いますね。楽しみですね。勝敗予想どうですか、キムちゃん。勝敗予想は、はい、2対0で岡山で。また2対0。2対0 で。これね、僕もね、今回はね、2-0 で勝つんじゃないかなと思っております。というのもですね、ミッチェル・デューク選手のインスタ見ました？まあ見てないですね。あのね、もう感動ですよ。息子と再会して、こうミッチェル・デューク選手がこう抱きかかえて、でやっぱ気合入ってると思うんで、ミッチェル・デューク選手今日はね、やっぱね、奥さんも息子さんも多分見に来られてると思うので、やっぱね、その家族の前でね、ゴール取ってくれるんじゃないのかなと。一番ね、多分気合入ってると思うんで、今日ね、ミッチェル・デューク選手の得点見れるんじゃないかなと思っております。はい、はい、ということでね、前回やってたガチャガチャ企画ですね、コンプリートできるかどうかっていう。で今回もね、ガチャガチャの方をちょっとやっていこうかなと思っております。はい、ガチャガチャいきましょうか。いきましょう。はい、はい、ということでね、ガチャガチャ回していきたいと思います。今僕がコンプリートしようとしてるガチャガチャはこちらです。このミニタオル枕1回300円、前後で32種類あって、今3種類集まってます。早速ね、今回3回回していきたいと思います。いつやっても新鮮だな、これさあさあさあ、最後にね、開封していきたいと思います。2回目3つね、ちょっとあっちで開封しましょうか。はい、ということでね、早速開封の方していきたいと思います。さっき見たら32種類あるということ で前回が3種類、東吾選手とユーマ選手とハン選手が出たんで、その3人以外が出ればとりあえず OK、ね、じゃあまず1個目いきます。さあ誰ですか。おー、背番号41、徳本選手。徳本選手ね、まあ今ちょっとね、怪我でね、離脱してるんですけども、本当にね、この彼のもうディフェンス安定してるんですよ。もう安心できてこう見れるんですね。怪我からぜひ復帰してね、また試合に出れる時をね、楽しみにしております。じゃあ2個目いきます。誰ですか。クロちゃん、かぶりました、ユーマ選手またかぶった。こんなかぶる、32種類あるのよなんで俺こんなかぶるのよ。ラスト3つ目最後言います。さあ、お、来ました、川井選手。清水エスパルスから移籍してきて安定したボランチ。川井選手もね、またこの今ちょっと怪我でね、離脱しちゃってるんで、この今回の結果なんですけども、今現在怪我をしている川井選手と徳本選手、そして前回と、同様に、ユーマ選手がかぶったといったことで、ただ今回の川井選手と徳本選手持ってなかったんで、これは嬉しいですね。はい、2人とも早くね、怪我から復帰して、いち早くね、ピッチでプレーする姿をね、見てみたいですね。はい、今回新しい選手が2人加わったので5種類、32種類中5種類集まったということですね。
はい、まだまだ先は長いですね。コンプリートできるのか果たして、はい、ということで、あのちょっとお腹も減ってきたんで、ちょっと今度ファジフーズなんか選び行きましょうか。今日なんかお肉のイベントやってるらしいんですよ。あ、そうなんですか。はい、まあお肉はまあ岡山県美味しいのでね、はい、まあ、ファジフーズちょっとね、まあ、見てみて食べていこうかなと思います。はい、なんか視聴者さんのね、あのおすすめのファジフーズとかあったらぜひね教えてもらいたいですね。はい、じゃあファジフーズ行きましょうか。クロちゃん行きましょう。はい、今回のファジフーズはこちら、サーロインステーキ丼。どうクロちゃん、美味しそうですね。めっちゃ美味しそうじゃない。こちら800円で買えます。そして私はですね、まあやっぱり肉といえばやっぱりそうですね、ファジビールがついてくるということですねでもまあこちらのファジビールとこちらのサーロインステーキ丼いただきたいと思います。早速ちょっと一口食べていい？あ、いいです。めっちゃ美味しそうよ。うん、香りがいい。やっぱりニンニクのちょっとね香りと、すいません、いただきます。ちょっと待ってくれ、めちゃめちゃ柔らかい。お肉がめちゃめちゃ柔らかい、失礼しますね、すいません。クロちゃん今日勝てます。マジですか。はい、確信しました。このファジビール飲んだ瞬間に確信しました。勝ちますね、今日勝ちましょう。 2-0 で勝ちましょう。じゃあ、あのクロちゃんも食べてください。はいはい、はい、ということで、ね、スタジアム内入ってきました。今日なんかちょっと少ない感じもしますね。少ないですね。まあサポーターの数が少なかろうが多いかろうが、もう我々今日岡山がね勝つことは間違いないんで、僕が来たからには勝ちますよ。さっきね、あの外で普通にチアゴ選手歩いとったから、ね、びっくりした。マジでびっくりした。いや、なんか普通にさおって、俺ビール飲みながらこう歩いとったら、ほんななんか背の高い外人さんがおって、何気なく歩いてたら、待って、チアゴじゃんと思って、びっくりした。普通に選手そんな歩いてくる。だから今度からあの色紙とペン持参して、もうちゃんとサインもらって写真撮りたいと思います。はい、さあ、まもなく選手入場ということで試合見ていきましょう。パトーンでクロちゃん頑張りましょう、応援しましょう、行きましょう。はい、ということで前半終了いたしまして、0対0でございます。まだ動いてませんね。ただゴールの匂い、これプンプンしますよ。お互いもう一進一退の攻防で、お互いシュートで終わってるんで、ただ岡山に関してはセカンドボールもちゃんと取れてシュートまで終われてるんで、これ後半動きますよ、おそらく。まあ、僕が来た試合は勝てるんで任せてください。クロちゃんどうですか前半見て。いや、ちょっと開始早々ちょっとバタバタしてる部分あったんですけど、はいはい、まあ、徐々に落ち着き取り戻してくれたんで、はい、ちょっと後半は期待したいと思います。はい、後半の方も見て絶対勝ちましょう。ただ今ね、上位の仙台と横浜が前半1対0で勝ってるんですよ。で、首位の新潟が今町田に1-0で負けてるんで、まあここ絶対岡山勝ってね、少しでも上位に食いついていけるように後半頑張りましょう。後半見ていきましょう。はい、ということで試合終了いたしまして、0対1で、負けてしまいました。これで2連敗と。まあ、後半相手のもうすごいパスワークに圧倒されて、もう柳選手も宮崎選手ももうカードが出るぐらいのファールしないと止めれないぐらいの、まあ相手のポジショニングであったり、まあそういうのももう完璧に相手の方が1枚も2枚も上手できて、それを最後までね、群馬も守りきって岡山に点を許すことなく、岡山は点を取り切れることができず負けてしまいました。いや、もう悔しすぎてちょっと本当にもう言葉が出ないんですけど、まあでもこれでね、下位のチームとの勝ち点差もだいぶ縮まってきたんで、本当に少しでもね1試合でも多く勝っていかないと、やはり J1 への道は厳しいと思うので、まあ今回で2連敗してしまいましたけど、
やっぱこういう時こそね、我々サポーターが選手を後押し、やっぱり選手は一番、辛いと思いますし、我々サポーターがね、こういう時こそ、選手たちの背中を押して、次こそね、次回も、来週の土曜日ですか、21日に、ホームで、大分を迎えるんですけども、大分をね絶対倒して、次こそは勝利を取って、上位にねもっともっと食らいついていけるよう頑張りましょう。最後になんですけども、僕が来た試合は勝てると言って、本当に申し訳ございませんでした。もう言いません。今回は以上になります。ありがとうございました。